候補の数で言えばもうかなり金沢は多いので、コラボしちゃったんですね。コラボしていただきましたやっぱりこの螺鈿会といいますか、螺鈿会もううわーってなっちゃったりしますか。ああ、ありそうですね。今回はこちら、螺鈿細工の世界ということでやっていきたいと思います。古都金沢から伝統技法を用いた漆螺鈿アクセサリーをお届け、あかり工房の寺島恵理子さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、金沢までやってきまして撮影させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろですね、匠シリーズということで螺鈿細工を作っていただいてはいたんですけども、話を聞く限りやっぱり結構深くてですね、もっともっといろいろお話聞きたいなと思って今回インタビューさせていただきました。よろしくお願いします。螺鈿とはっていうところで、螺鈿っていうのはそもそもどういうカテゴリーの、元は漆の技法の中の一つではあった、加色技法の一つではあったんですが、貝の綺麗な部分を使った細工、螺鈿細工ですね。漆で張ってます、もともとは。カテゴリーとしては漆のカテゴリー、漆工芸の中に入ります。漆工芸の中に入る螺鈿っていう技色、はい、そうですね、技法の技法、はい、一つですね。ただ今はその螺鈿細工っていうものがちょっと一人歩きしてまして、ちょっと綺麗な部分を使った細工そのものを螺鈿だっていう風になってやってます。だからいろんな種類があります。本当布に貼ったものとか、それこそ帯とか着物とかもそうですし、あとあの革とかに貼ったのもありますし、ペラペラなのにも貼ることはできますね。できるんですね、はい、それも漆で、そうなるともう漆からは離れてます。あ、まだちょっと違うんですね。はい、はい、そうですね。あの貝の細工のものをみんな総称して螺鈿になってます。ただもともとは漆の技法の一つ、技法の一つそういうことなんですね。螺鈿というか漆を始められたきっかけっていうのは何ですか。金沢で生まれてますので、はい、伝統文化ってすごくたくさんある土地柄なんですね、はい、だからちっちゃい頃から友禅だったり九谷焼だったり、漆和島塗りとか山中塗りとかいろんなものに触れてた中で、面白くてこういう道に進んだっていうのがきっかけです。やっぱり小さい頃から触れるんですね。結構触れますね。学校で美術館に行かされたりとかもよくしますので。あ、授業とかでやるとかもあるんですか。あります。小学校ぐらいかな。と焼き物はいますね。するんですね。しましたね。西尾でいうとお茶摘みみたいな感じかな。あの西尾抹茶が有名なので、あの地元の話なんです。やっぱ体験の、そうそうそう、はい、あ、そうですよね。他にもこう伝統工芸っていうのは金沢にあるの、たくさんあります。染め物だったら加賀友禅、金工もあります。加賀象嵌、象嵌技法ですね。象嵌技法、金属の中に属を入れて、はい、で叩いて平らにして研ぎ出すっていう技法ですね。で漆とか螺鈿に興味を持たれてっていう感じなんですか、ね。うん、そうですね。私の場合はもうここの頃に工芸科っていうのが、工業高校の中に工芸科とデザイン科があって、金沢はちょっと独特、金沢は京都にしかなかったと思います。あ、そうなんですか。そこでもう螺鈿とかを扱うの。扱いますね。その中でコースがあって、はい、染色コースで、はい、漆のコース、はい、陶芸のコースで、美大に行くための勉強するコースっていうのがありますね。すごい。やっぱりあれなんですか、古くからやられてる方も多い土地なので、うん、4代目、5代目の方が入ってこられてとか、そういう。あります。まあ、あの人間国宝の数といえば、もうかなり金沢は多いので。人間国宝の数。いっぱいいますね。なかなか聞き慣れない。聞き慣れないですね。寺島さんはその親がとかはないですね。なくって、ちょっと変わり種です。逆に変わり種、変わり種ですね、はい、ただ一般とちょっと違うのは、子供がそういう学校に行きたいとか、物作りたい、アートをやりたいって言った時に、親御さん反対しないんですよね。逆に応援してくれる、あの地域の周りの人たちも応援してくれる、やりやすいですね。その美術館とかギャラリーも多いですし、みんなで応援してくれてる感じです。やっぱりこの漆ですとか螺鈿っていう部分でいくと、やっぱ金額
会っていうのは年々上がってってる。年々上がっていくどころか元から高いのでさらに高くなっちゃってるって感じです。メジャーなのが輪島塗りですけども、はい、それこそテーブル一つ100万200万普通なんで。今まで作られた作品のご紹介をしていただきたいなと思うんですけども、はい、こちらにあの Q カッパもね紹介が遅れましたけども作っていただきまして、コラボしちゃったんですね。はい、コラボしていただきましたの他に万年筆とかブローチですかね。ブローチ、はい、ペンダント、ボールペンですね、これは。あ、ボールペン。万年筆もあるんですけど、今はボールペンですね。ボールペン、はい、こういったボールペンに装飾するっていうのは昔からやられてたんですか。いや、これは本当最近っていうか、ルビーに装飾させていただくようになって、うんはい、女性ものじゃなくて男性も使えるようなもので、もともとアクセサリーばっかりだったんですけども、はいはい、こうやって作らせていただくと男性の作家さんとお客様とかすごく関心を持って見ていただけてたので、はい、ちょっと男性も使えるような引き用具だったらどうかなと思って作り出した。だからこちらが先です。あ、そうなんですねそうなんです、実は、はいはい、やり始めてとても楽しくて、だからありがたいなと。私も金沢に生まれてなかったらパイを作る方に行ってたかもしれないなっていう側の人間なので、とにかく物を作るのが好きで始まってるのがこれなので。でも作れそうですけどね、今からでも。いやそうですよね、うん、いやあの私はでも作れたんですよ僕でもねめちゃくちゃしんどいなってことはあります。地味なんですよね、仕事自体は。こうやって出来上がると派手なんですけども、作ってる時っていうのはもうひたすら地味にもうちっちゃいかけらを貼り合わせていくような作業なので、引きこもり気質じゃないとできないかなっていうようなもうずっと黙々とずっとやってます。本当あの家族以外喋らないことが多いですね。こもっちゃってやるの で、 そうです、ね、外に出ないし、出来上がりは派手なんですけどね。派手で、そうですね、はい、もうわーってなっちゃったりします。あうん、色を変えるとかもできるものなんですか。螺鈿の貝自体薄くスライスしてって半透明なので、下の色にどんな色を持ってくるかで色味は変えられます。まあ青が、まあ青綺麗ですよね、あのルビー色っていうかね。貝の中にも一口に青って言っても緑とか黄色とかピンクとかいろんな色が混ざってるので、うん、それが綺麗ですね。やっぱりあの真珠の母貝だけあっていろんな角度でオーロラみたいに見えるんで綺麗だと思います。さっきあのキューちゃんのペンダントをやろうかなと言ってましたね石とかにも貼れる。漆じゃなくて接着剤を使いますができます。でもできるわけですね、はい、今までで変わったものに細工したことって何かありますか。いや逆にあのソフィのお話をいただくまでは多分金沢とかの漆の作家さんみんなそうだと思うんですけども、伝統工芸は伝統工芸じゃなきゃいけないっていう気持ちがあって、はい、技法にしても素材にしても、はい、これじゃなきゃいけないっていう先入観んですが、それを壊してくれたのが祖父母だったんですよね。できるんだって作ってる私自身も思ったぐらいで、すごく勉強になりましたし、これからどう広がるのかなっていうのは作ってる私が楽しみかなっていう。やっぱりこの螺鈿界といいますか大きくなりましたね螺鈿界、やっぱりこう新しくもあり邪道でもあるみたいなところあるんですかね。あの多分周りの、ね、作家さんたち偉い方と邪道だって言っちゃ言われちゃうんだろうなとは思うんですけど、はいはい、でもいいんじゃないっていう、うん、まあそれはそれでいいんじゃないと思います。だって実際綺麗なのができますし、そうですよね、伝統を守りつつこう新たな、そうですね、新しい表現方法として、なんかでも考えたいです次を、次のはいはいはい、はい、考えついたら教えてくださいネイルとかあるんですよ、もうあるんですか。あるんですよ。あれでもね、その全部に螺鈿を施すというよりは、あ、そうですね、部分的にこう螺鈿を使うっていうこともやっぱりあるので、はい、ありますね、そういう使い方も全然あります。漆、うん、を使うとかぶれちゃうのでできないんだけど、うん、今言ったみたいに接着剤、ネイルだとレジンですよね、はい、の中に貝入れちゃうとかっていうので使ってらっしゃる。現実で見てほしい、あの実物を見てほしいです。現実じゃない。ここに行っちゃった。映像よりかは絶対生で、そうですね、光が当たってるっていう状態で見ないと。そう
それぞれ違いますもんね。本当に微妙な角度で色がすごく変わるので触ってみてほしいですね。遊んじゃってください。稼働していただいて大丈夫。お疲れしたソフビはみんなちゃんと動くように作ってます。遊ばないと楽しくない。遊ばないですよね。ポージングは大事だと思うんですが。確かにポージングは取れるよね。確かに人格がちょっと、まあ、可愛くなさすぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。次回ですね、実際に装飾の体験をさせていただけるというところです、はい、アクセサリーですとかそういったところを実際に見れるイベントっていうのがあるみたいなので、次回イベントとかありますか。そうですね、一番近いところだと24年、はい、1月の24日から29日の6日間、京王百貨店新宿店の7階催事場で、物産展に出展してます。新宿で行われる、新宿京王百貨店で行われる、はい、そうです。の物産展の中で、あかり工房が一ブースもらって、で、これは漆アクセサリーですけども、本人行ってますので、ぜひお会、はい、あ、ぜひいらしてください。お待ちしてます。どんだけかかる時間が。ちょっと、お土産はちょっと、はい、ご用意しておきます。粗品ですけども、はい、美味しいものとかもありそう。あります、はい、ぜひ。金沢いいとこですもんね。いいなです。ドンキング